れた。お待たせしました。来ましたおめでとうございます。相変わらずそういうの持ってんですね。あけましておめでとうございます。どうもよろしく。よろしくお願いします。姉37歳です。あら。あー寒い。あー寒い。あけましておめでとう。雪。遠くな。あー寒いよ。来ましたおめでとう。かっこいいじゃん。やっほー。来ました、おめでとう。ちょっと食べちゃう。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。あげました、おめでとうございます。今日は、あれですね。墓参り、枕崎の。行きましたよ。いや、風が強くて、あんまり寒くないけど風が強いですね。うん、1個目よ、ここあれは、今日はもうめんどくさかったからアクションカムとちっちゃなジンバルで撮影しております。どこだっけ、寒いねマジで。ゆうちゃんの時1本だけだったもんね。そうみんな2回ずつしたからそれで。はい、ちゃんとみんな手合わせるよ、巻いて。はい、ばあちゃんとかじいちゃんとか。ばあちゃんのお父さんとお母さん。そうそうそう。はい、今のばあばのお父さんとお母さん。そうだよ。はい、じゃあ手合わせるよ。孫が来たよ。孫が来たね。そうです。はい、手合わせて。よかったよかった。みんなが来てくれて。真冬に半袖。お花も綺麗だったし。はい、行こうか。はい、行くぞ。でも100円にしたら家見えるかな。このライターめっちゃいい、100均ライター。いい、ね、火が見えてない。火が見えないけど、うん、これついてて、ほんで物を焼ける。ちゃんと消えないし、風が強くても。そうだよ、ね、100均らしいけどいいですよ、はい、100均らしいけどね。いやいや、あやる。あげましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。なんか一言くださいよ。ちゃんと言われたことはしてください。正月からそれ。帰る分には向こうがいいから、まず鍵閉めるよ。よいしょ。最近は結構さ、お墓じゃなくても納骨堂の人も多かったりしますよね。そう、僕もお墓じゃなくて納骨堂に最後は収まりたいなと思うタイプ。なんか自分の子供が自分の墓参りに来てくれる気がしないんだよね。ここで遊ぶことでしょ。どうも、あげましておめでとうございます。兄です。兄です。はい、向こう行くゆうちゃん。これ知らんの。そこまで届かない。先輩、はい。うわ、なんか癖。また今からおばさん家に行くんですけど、実はここはあれですよ、知覧の武家屋敷と言われる場所ですね。お化け屋敷じゃない。こんな感じでずっとね、あっちまでこの石垣がずっと組まれてるんですよね、この辺は。まあでも結構こう、なんつったらいいんだろう、古い建物すごい多いんだけど、まあ昔の武家屋敷って感じですね。
えらいな、おばさんはちゃんと国旗を出してますね。今日は1月1日元旦ですから、よいしょ。さあ、こんにちは。お邪魔します。おめでとう。明けましておめでとうございます。今年もどうぞ1年よろしくお願いいたします。あら、これや何年、これカメラ動画に撮っとこうかと思ってね。はい、出して電気もつけて真っ暗、もう嫌だ。よいしょ。ここで暴れないでね。すごいすごい。バッパンのお吸い物を食いに来たの。お吸い物を。これはついでにね。ここで暴れないよ。はい、どうも皆さん、新年明けましておめでとうございます。今日は1月のもう実は6日ですかね。なのでもう、年明けてからそろそろ、1ヶ月うじゃない、1週間経とうかとしているところですけれども、正月明けてすぐね、1日に、おふくろの実家の方に、家族みんなでちょっと帰って帰省して、でそれからまあおばさんのうちとかも回ったりとかでね、正月らしい正月を無事に、迎えることができました。幸いにもね、家の人間誰も体調崩すことなく正月を迎えられたので、いい正月だったんじゃないかなと思います。すごいこうゆっくりとね、できた正月でした。で今回正月冒頭の動画の1回目はこれ、アクションカムと小さなハンドヘルドジンバルっていうんですかね、手乗りでつかめるぐらいのジンバル、この装備でねもう行きました。なんかねお墓回ったりするんで、あんまりでかいカメラ持って歩くのもちょっと忍びないなと思ってこの小さいセットにしたんですが、これ DJI のフレキシブルマイクがカメラの横にスポットさすような形で、つけてます。でこれ本当はもともとはこういう形ではつけられなくて、USB-C の端子からなんかイヤホンジャックがついたやつのケーブルを出すんですけど、ケーブルがね結構だからこれぐらいの長さがあるんですよ。こんぐらいかあって、でそれ使うと結構なんかややこしいことになるんで、なんか使いづらいなと思ってたんですけど、自分の動画を見てくれてる視聴者の方が同じカメラ使ってて、で同じその外部マイク用の端子持ってて、でそれをこう短く切ってつなげば使いやすいですよっていうことでお話を聞いて、じゃあちょっと僕も真似してみようかなとかいう話してたら、1個余ってるんで送りますっていうことで、自宅の方まで、このケーブルの方をね送っていただきました。なかなかそれを1個使うことがなくて、せっかく送っていただいたのに申し訳ないなと思いながらも、やっといいタイミングでね使う機会があったので、今回はこのセットで、正月の撮影はとりあえず1月1日はね、行ってきました。このセットなんですけど、めっちゃ小ぶりで楽でした。やっぱりカメラをねミラーレスのカメラを持ち歩くよりはやっぱりこういうセットで撮るのも、悪くないなというふうに思いました。で今回このセットがあったというのも一つ理由なんですけど、もう一つの理由としてはいつも使ってる編集ソフトがダビンチリゾルブっていうのを使ってたんですけど、それがこう今回正月明けて、今までずっと無償版の方を使ってたんですね。お金がかからない無償版の方ですね、使ってたんですけど、正月明けて、一応もう有償版の方に切り替えました。で無償版と有償版で、違うところいくつかあるんですけど、こういったアクションカムの魚眼レンズ補正というんですかね、レンズ補正というんですかね、どうしてもこうこれそのまま撮った動画をボンと出すと、こう周辺が端に行けば行くほどこう楕円形になるというか、だいぶこう歪むんですよね、映像が広角に撮るためのレンズなので。でそれをソフトウェア側で補正する機能がダビンチリゾルブスタジオにはついてるんですけれども、無償版だと使えないんですよ。で有償版でアンロックなんで、その機能が有効になったっていうのも
まあ、ちょっと使ってみようかなと思った一つの原因でした。やっぱアクションカムで、撮った動画っていうのはもうすぐ見ただけでこう歪むので、やっぱり周辺がそうするとアクションカムで撮ったんだなというふうにこうパッと見えてしまうんですけど、ある程度ソフトウェア側で補正してあげると歪みもほとんどまあ目立たない程度には消えますし、うん、何のカメラで撮ったのかなっていうふうな映像にも近づくんじゃないかなっていうのと、やっぱり、電子テーブル補正切るっていうのは、画質をこう稼ぐためにはね、悪い選択肢ではないので、まあジンバルと、ちっちゃなジンバルとアクションカムのセットっていうのは、まあ今後も2019年はねちょこちょこ使っていきたいなと思う、そんな感じの動画になってたんじゃないかというふうには思いました。それでは2019年もいよいよ始まりましたので、また今年もどうぞ1年皆さん、よろしくお願いいたします。今年の目標はやっぱり、あと250人ぐらいで、登録者数がね1000人に、達成到達できるので、まずはそこに、到達できるように動画をね、ちょこ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 アップロードしていきたいなというふうに、思ってます。また1月の終わりぐらいにはね一度東京にまた遊びに行きますので、ここでまたいろんな人とね、動画を撮り合って遊んでいきたいなというふうに思っております。寒暖のね差がだいぶこう激しいというか、鹿児島すごい暖かい日と寒い日の差がすごい激しくて、ちょっと体調を崩してしまわないか心配ですけれども、まあ月末まで、体調をなんとかねいい状態でキープして、楽しく、東京の方に行きたいなと思っておりますので、まあ、皆さんもぜひぜひ動画見てくださってる皆さん方もね、風邪ひかないように、冬を乗り越えていけたらなというふうに思います。2019年またいろんな形で、皆さんと関わっていけたらなというふうに思いますので、またいろんなアドバイスで、ね、コメントいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではぜひ2019年もまたよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。カブでした。バイバイ。Bye.